はいみなさんこんにちはチームハロンズクローカーですオーストラリアドル円のテクニカル分析を3分で解説します本日ロンドン市場の見通しとなりますまずは結論からはい2時間足ボリンジャーバンド一目均衡表上昇トレンド進行中ストキャスティックス回帰くなりが転倒ということではい2時間足ベース顕著な推移を予想しておりますそれではテクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 はい二時間足ボリンジャーバンドトレンドの方向性を示す赤い点線21本移動平均線上昇しておりますロウソク足者といいますとプラスシグマラインを上抜け取材中ということで、はいプラス2シグマラインを上抜け取材中ということで2時間足ボリンジャーバンドは上昇トレンド進行中ですはい二時間シストキャスティックス買いシグナルが点灯ということです。 はいこちら二時間足一目均衡表ですはい形状から言いますと、えー、強い上昇トレンドが進行中ということですはいそれでは本日ロンドン市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思いますまずはサポートラインですはいサポートラインは92円ちょうどレベル92円ちょうどレベルと考えておりますはい続きましてレジスタンスラインですレジスタンスラインは93円ちょうどレベル93円ちょうどレベルと考えております <laughs> はい本日ロンドン市場の予想レンジ92円ちょうどレベルから93円ちょうどレベル92円ちょうどレベルから93円ちょうどレベルということですはいポイント中国指標上振れでゴドルを下支えということではい本日アジア時間に発表されました中国の2月在信サービス業 P.M.I こちらが市場予想を上振れということではいゴドルは買いで反応しております今週ですねはい中国の政府版の2月の製造業 pmi はいこちらも10年ぶりの、まあ、高水準さらには2月の財振の製造業 PMI こちらも市場予想を上回ったということではい中国経済の再開期待から5ドルは底堅く推移ということですはいそういうことでオーストラリアドル円なんですけども2次関心ボニンジャバンド一目均衡表上昇トレンド進行中い、えー、ストキャスティックス回シグナルが点灯ということでオーストラリアドル円本日 ロンドン市場におきましては、チャート形状的には堅調な推移が予想されます。はい、右のバナーのチームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介ということで、外為ドットコムではチームハロンズの youtube 視聴者向けに口座開設キャンペーンを行っております。詳細は概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。最後にグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日は以上となります。